よし。さあさあ、改めましてですね、こんばんは、ありがとうございます。なんかもうちょっと待ってください。絶妙にちょっと高さ変えられなかった、失敗。いっか、これで。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。高くなったありがとうございます。わ、すごい、ぽわぽわハートがいっぱい、ありがとうございます。さあ、改めて本日11月17日で24歳になりました。ありがとうございます。はい、なんとオフラインおしゃべり会の飾り付けをそのまま持って帰ってきましたそうなんです、今日ね、本当にありがとうございました。なんとお誕生日当日にね、オフラインおしゃべり会があったということで、もう皆さんにこう直接お誕生日おめでとうって言ってもらえて、本当にとっても嬉しかったです。ありがとうございました。もうね、多分本当にこう NCT に加入してから、こうたくさんの方にね、お誕生日を今までもちょっとお祝いしてきていただいたんですけど、本当に毎年この私の誕生日を一緒にお祝いしてくださる方がすごく増えたなって感じるんですけども、今年はね、もう桁違いレベルで、もう本当にたくさんの方にお誕生日おめでとうって言っていただけて、なんかこの誕生日当日におしゃべり会があるっていうのが本当にすごい幸せだなって思いました。ありがとうございました。いや、嬉しかったです、本当に。なんかもう何から喋ったらいいかな、わかんないけど、そう、今日、まあ、お誕生日を迎えまして、その、あ、聞いてくださいよこれ最初に言うことじゃないと思うんだけど昨日さ、まあ、誕生日迎える瞬間ひまたぎ配信をしたじゃないですか。でその後なんかすごいあ、待って、タワーありがとうございます。ありがとう。探せない、探せない。あ、ラーマさん、ありがとう、ありがとう。ラーマって呼んでってさありがとうね、ありがとうございます。そう、昨日ひまたぎ配信をした後、まあ急いでね、お風呂に入ったわけですよ、おしゃべり会だから。そうで、今日6時に起きなきゃいけなかったの、朝この支度をするために。そう、でも全部もうお風呂とか入ったら2時半になっちゃって、これはちょっとお酒なんか飲んでしまったら大変なことになると思って、起きれなかったらまずいじゃないですかなので私飲まなかったんですよ、昨日。あれから、昨日っていうか今日の夜、今日の夜、今朝、なんて言ったらいいの、昨日の夜、うん、そうなんです。だから私まだ24歳迎えてからまだ乾杯してません。はいまだ乾杯してませんそうなんですよ。で、まあでもその後朝6時に起きて、でね、こう無事に支度をして、もう朝一からこのシュポ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 って空気を全部入れて、もうすごいパリピな状態でレーンをね、こうお出迎えして、すごい一人だけね、すごい豪華な、まあいいじゃないですか、誕生日当日なんではい、ちょっとこの飾り付けをさせていただいて。そう、でも朝その着いた瞬間からメンバーがみんなお誕生日おめでとうございますって言ってくれて、そうなんですよ。はい、全部自分でもちろんです、準備しましたそうなんです、みんながお誕生日おめでとうございますって言ってくれて、お誕生日プレゼントね、わざわざそう用意してくれる子もいたりして、もう嬉しいよ、本当にめちゃくちゃ嬉しかったです。そうで、しかもね、なんかその4期生のじゅっちゃんと、ひろかっぴと、あとあおちゃん
をね、その私がちょっと前にその4期生にお洋服をちょっとあげたんですよ。私のそう前に着てたお洋服、もう着なくなっちゃったお洋服をね4期生にあげたら、それをねおしゃべり会、今日のおしゃべり会で着てくれて。そうなんですよ、あおちゃんはブラウス、白のブラウス着てくれて、ひろかっぴはチェックのスカート履いてくれて、そうじゅっちゃんはねニットのそう上のトップス着てくれたんですけど、そうなの嬉しい、今日みみゆさんのお誕生日だからみみゆさんからもらったお洋服着ましたって言ってくれて嬉しい、めっちゃ嬉しかったです。本当に可愛い、愛おしい、本当に、いや本当になんかそうお祝いしてくれるだけでも本当に嬉しいんですけど、なんかね自分のねそう着てたお洋服を、ね、着てくれるのも本当に嬉しくて、そうなんですよ、嬉しかったそうもうだから朝からねもう皆さんがたくさん並んでくださって、本当にもう1部から8部までずっとこう人が絶えず皆さんがずっとお祝いしてくださって、でも時にはなんか泣いてくれる方がいて私はそれにつられて泣いちゃったんですけど、いや本当になんかこう今までも皆さんにたくさんねお誕生日を一緒にお祝いしていただいたんですけど、なんか改めてこう自分のねお誕生日、私のだよ、私のお誕生日でなんか涙を流して自分の誕生日を喜んでくれる人がいるってすごい幸せなことだなって、なんかもうさ、だから誕生日だから要はこう生まれてきてくれてありがとうっていうことじゃないですか。なんかそのだって本当だったらね、本当だったらっていうか、もしも私がアイドルになってなかったら出会ってなかった皆さんなわけじゃないですか。なんかねその家族とかだったら生まれてきてくれてありがとうってこう言ってくれるのはまあわかるんですけど、私がアイドルをしていなかったら出会ってなかった方々になんかその生まれてきてくれてありがとうみたいな意味合いで涙を流してまでお誕生日をお祝いしていただけるって、なんかほんとなんて幸せなんだろうなってすごい思って、本当に本当に嬉しかったです、ありがとうございます本当に嬉しかった。なんかでもそのなんだろう、そのね涙をね流してくださる方とかはもう結構長い付き合いな、多分長い付き合いだからこそかな、そう何年も私の誕生日をお祝いしてくださる方とか、そう何年もそうもう長い付き合いの方だからこそ多分もしかしたら涙を流してくれたのかもしれないけど、でももうその長い付き合いだから結構なんだろうな、泣かせたでしょみたいな泣かせないでよみたいな結構ノリでそう喋ってたけど、そうでも本当は本当にすごい嬉しかったです。ちょっとふざけちゃったけどなんで泣いてんの、泣かせないでよみたいな感じで言っちゃったけど、でも本当はすごい嬉しかったですちょっともうなんかそういうノリになっちゃったけど、はい、いや本当にすごい、こんなにたくさんの方に連れてるいやもう本当にすごい嬉しいなって思うし、その NGT として迎えるお誕生日は7回目なので、そうですよ、なのでねもうその7回ずっとお祝いしてくださる方ももちろんだけど、今年初めて一緒にお誕生日お祝いできたって言ってくださる方だったり、なんかやっとセーター T シャツ着れたよってそう言ってくださる方だったりとか、なんか本当にすごい、もうねそれこそ何年も一緒にお祝いしてくださる方も初めて一緒にお誕生日をお祝いしてくださる方も本当に本当になんか私が出会ってくれてありがとうなんですけど、でもみんながそれと私のお誕生日をお祝いしてくれたことが本当に嬉しかったです、ありがとうございます。でも本当にめっちゃ紫だったこれ本当すごいなって思ったんですけど、その1部から8部までねそのレーンに来る方来る方みんな紫みたいな、すごかった。なんかそのねその生誕 T シャツが発売される時にそのおしゃべり会に来てくださる方はぜひ生誕 T シャツゲットしてくださいとかって言ってたんだけど、なんか
その自分が想像してた以上にめっちゃセーターン T シャツ着てくださってる方が多くて、いやすごい嬉しかったです。本当にありがとうございます。初めて紫来ました。いや嬉しい。そう、結構でもそういう方も多くて嬉しいです。ありがとうございます。そう、いや嬉しい本当に。しかもやっぱみんなさね、今日なんか途中からねすごい寒くなってね、午前中めちゃ暑くて、なんか服装間違ったかなって、みんなに絶対寒いから暖かくしてきてねって言ったのに、あ、ありがとう、おいしい、ありがとうございます。ありがとうそう、なんか絶対さ寒くなるからねって言ったのにさ、日中めっちゃ暑くなってさ、そう、あ、私さ暖かくしてきてねって間違いだったなって思ったらさ、昼からめちゃくちゃ雨降ってきて、そう、なんか絶対セーターン T シャツ1枚じゃもう過ごせない天気だったと思うんだけど、それ皆さんのね着こなしも素晴らしい、素敵でした。みんなおしゃれに着こなしてくれてありがとうございます。本当にありがとう。ねえ、めっちゃ途中雨すごかったよね。ほんとびっくりしちゃった。すごかったありがとうね、ほんとに。そう、でもさ皆さんはさ、この何おしゃべり会さ一部が終わるごとにさ外に一回出されちゃうじゃないですかそれでまたさ部が始まったら中で並ぶじゃない。だからさ、もうみんなこの気温差でさ風邪をひかないか本当にさ心配でさ、でも来週ねいよいよ生誕祭ですので、生誕祭で風邪ひかれたら困るから、みんな誰も私のお誕生日お祝いしてくれなくなっちゃう生誕祭全員風邪ですみたいな困る、ね、今日のねこの寒暖差で多分そう風邪をひきやすくなってると思うので、皆さん本当に気をつけてください。私もだけど、ありがとうゆうきさん、ありがとうね。な、泣いた人ですこの方が私を泣かせましたありがとうね、来てくれて面白かった、本当にいや、温まって、本当にみんな寒かったと思うからありがとうね、寒い中来てくださって本当にありがとうございますそう、でも本当にその生誕祭もね、そう、今日その日付が変わった瞬間から、まあ、生誕祭の受付が、あ、ありがとう、萌香ちゃん、ありがとう、嬉しい、ありがとうございますありがとうね、萌香ちゃんそう、生誕祭のね受付も始まって、でもそう今日レインに来てくださる、そう、生誕祭はねちょっとお仕事だから行けないんだっていう方もいらっしゃったんだけど、結構もうほとんどの方がもう生誕祭申し込んだよって言ってくださって、でもそのね反対に当たるかめっちゃ心配ってみんなに言われたんだけど、そう、あ、命ありがとうありがとう、命もありがとうね、今日来れてよかったねありがとう。そう、だからみんなすごい心配してました。でも私がみんなにおまじないかけました。絶対に当たるから絶対来週も会おうねって言いましたなんかよくない、来週も会おうねって言えるのめっちゃいいですよねそう、きっとみんなに来週も会えるはず。そう、生誕祭ね、本当になんかみんなが申し込んでくれたって言ってくれたから、もうそれだけですごく嬉しかったし、そんな実はその来週のね生誕祭ね、まだ何喋るかをずっと決めてなくて、なんかいつもだったら結構早めに決めるんですよ、喋りたいこととか。でもなんか今年っていうか、その24歳はなんだろう、23歳の生誕祭の時に結構しっかりさ目標を話したじゃない。でしかもその目標をこう叶えられたから、23歳って、だからなんかそのちょっとは自分の中でねちょっとハードルが上がっちゃってるというか、なんか24歳の生誕祭は一体何を喋ったらいいんだろうって結構迷ってて、だからなんか
決められなくて、ずっといつもだったらもうね準備万端みたいなスピーチ何喋るか準備万端って感じだったんですけど、本当に今年はなんか23歳がいい1年過ぎた本当に23歳がいい1年過ぎたからこそ、なんか今年はなんか何を喋ったらいいんだろうってずっと迷ってて、なんだけどなんか今日ね実際にまあ誕生日を迎えて皆さんにたくさんこうお祝いをしていただいて、なんかちゃんとなんか自分でこう伝えたいことがちょっとこうまとまったというか、そうなんかやっぱりねしっかりと本当に誕生日を迎えて皆さんにお祝いしていただいた、そのなんだろう生誕祭これを喋ろうっていう決めたことだけじゃなくて、なんかその改めてその自分のちゃんとしたこう思いみたいな、そうみんなとお祝いしてみての思いみたいなのがなんかちょっとこうまとまったというか、そうすごくこう生誕祭であこういうことを話したいなとかなんとなくねあの構図ができました今日みんなと喋っててそうこういうことを話したいなっていうのが、はい、思い浮かんだので、ちょっと生誕祭ではちょっとまたねお話できたらいいなって、その23歳の1年と24歳を迎えてみてのこれからのお話だったりとかは、まあ、生誕祭で、はい、なんかお話できたらいいなと思っているんですが、はい、そうですね、なので生誕祭も楽しみにしててください、楽しみですありがとうかやとさん、ありがとう、嬉しい、皆さんありがとうございます、かやとさんも今日もありがとうねありがとうございます、いや嬉しい、なんかだから今日本当にこう誕生日当日でねいっぱいお会いしていただいたのに、なんかもう一回また来週誕生日が来るみたいな感覚でちょっと気持ち的にはすごい嬉しいです、楽しみですそう、しかもさあと今日のさおしゃべり会に来てくださった方はさ本当にこうお誕生日のお祝い、なんかお誕生日だったからさこう完売になるのがすごく早くて、ありがたいことに、そうだから多分本当にこのおしゃべり会の日程が発表されて割とすぐに多分皆さん申し込んでくださったと思うんですけど、そうだから本当にね、でもなんかなんて言ったらいいんだろう、その23歳の1年の間にすごく距離が縮まったなって思ったファンの方とかも会いに来てくださって、なんか私はそのなんだろう、もう多分おしゃべり会の受付とかがこの誕生日の日のね受付とかが終わってからよりすごいなんか距離が縮まったなって思うようなファンの方とかもなんか来てくださったから、えってことはもうだから本当にその申し込みの時点でもうなんか私のこと好きになる予感してたみたいな私と仲良くなるって思ってたみたいな、そうって方が結構いらっしゃって、なんかすごいびっくりなんて言ったらいいの、そのいつもねこう私のことを応援してくださる方だったり私のおしゃべり会にこう普段からよく来てくださる方とかはもうあ耳のお誕生日だから行かなきゃみたいな方もそういらっしゃると思うんだけど、なんか私の感覚的にはすごい最近より仲良くなったと思ってたけど、えじゃあもっと早くから感じてたってことみたいな方とかもそうおしゃべりで来てくださってたから、なんかえ嬉しいと思って嬉しい、なんかそれぐらいなんかねお誕生日お祝いしたいって思ってくれてたのかなって感じだし、きっとその時をその受付申し込みした時には多分こんなに仲良くなると思ってなかったって思ってたかもしれない、その方々はでもすごい嬉しかったです、うん、やっぱみんな予感してたんだねきっと、23歳のみゆちゃんとは仲良くなる気がするってそうでも逆にねその受付がすごく早くね完売してしまったからこそ、なんかこうせっかくこう23歳のこの1年の中で仲良くなってお誕生日お祝いしたいって思ったけどもう完売になっちゃってていけなかったみたいな方もねそういらっしゃったと
思うので、なんかそれも本当にとっても気持ちがね嬉しいのでありがとうございます。もうその分24歳の誕生日いっぱいお祝い一緒にしましょうそう、なんか直接会ってお祝いすることだけじゃないからさ、やっぱり本当にこう日付が変わった瞬間からね、皆さんが SNS でたくさんお誕生日のお祝いをしてくださって、1年ぶりだったんだけどマシンガンすぎてビビった23歳から24歳の私はこんなに大人に成長したんですよ知らなかったでしょいや本当にそう、だから本当皆さんがすごい SNS でもたくさんお祝いしてくださって、だけどさ今日おしゃべり会1日あってさ、しかも全然その何 SNS を更新する時間も全然なくって、そう写真とかは、ま、撮ったんですけど全然 SNS をチェックする時間がなかったからね、もう多分私 見切れるかしらっていうぐらいたくさんきっと皆さんが載せてくださってると思って、本当にそうなの、今日ねちょっとおしゃべり会の時間がね、そうなんです、なので全然その見る時間がなくって、後でねゆっくり見させていただきますね、ありがとうございます。本当にでも幸せ、なんか見切れないぐらいお祝いしてもらえることってないよ本当嬉しい、こんなに幸せでいいんだって思いました。なんか直接もお祝いしてもらうし SNS とかでもお祝いしてもらうし、いや本当に嬉しい、ありがとうございます。ひまたぎ配信後の投稿から誕生日を迎えた瞬間から2時半ぐらいまでの投稿は一旦ね寝る前に見て、で朝お家出る前ぐらいにも一回確認してとか、まあ、見てだったんだけど、多分おしゃべり会始まってから あのとかは全然見れてなくて、今日はチャットの返信すらも読めてなくて、今日は後で全部読みますね全部読みます、ありがとうございますそうチャット見て見れなかった、見る時間なかった、ごめんなさい、後でゆっくり見ます、すいません。チャット見るよ、楽しみにしちゃうよありがとう。いやそうでも本当にね、今日その1部から8部までたくさんお祝いをしていただいて、で最後にねいつもまあおなんて言ったらお見送りっていうのかな、なんだろう、そのレーンの外で皆さんがこう待っててくださって、最後いつも挨拶をしておしゃべり会終わるんですけど、今日はそこで皆さんがお誕生日のねお祝いをしてくださって、ですごい嬉しかった、本当にありがとうございます。でそこでもね、まあ、ちょっと話したんですけど、もう今日でね10枚目シングルのこのおしゃべり会、オフラインおしゃべり会がもう最後だったわけじゃないです、まだねオンラインは続きますけど、オフラインおしゃべり会がね今日で最後だったっていうことで、でこのね10枚目シングルはそれこそ23歳のお誕生日を迎えた時に、23歳の生誕祭で23歳の目標はセンターに、シングルのセンターになることっていうお話をしてた中で、その夢を叶えられたシングルが今回のこの10枚目シングルの一瞬の花火だったので、その一瞬の花火の最後のオフラインおしゃべり会がたまたまね自分のお誕生日とこう重なって、23歳の目標を叶えることができたこのシングルのおしゃべり会で、お疲れ様です、お疲れ様です、すいませんそのおしゃべり会でなんか自分のお誕生日を皆さんにお祝いしていただけたことが、お疲れ様です本当に嬉しかったですそうっていうのもなんかすごい皆さんの前で最後ねそのお伝えしてたんですけど、なんかそれをさ、そう今日がその自分の夢を叶えられたシングルだから、本当に皆さんと夢を叶えられたシングル、すごい自分にとって大事なシングルで、その自分にとっての大事なシングルのおしゃべり会で自分のお誕生日をお祝いできるなんて思ってなかったから、そう
なんかそれが本当にすごく嬉しかったし、こうシングル自体私にとってすごく大切なシングル、そう、23歳の夢が叶った大切なシングルだけど、なんかそこにまた新しいね、これからの夢を乗せる、まあ、24歳をそうができたっていうのは、またさらにそこにね、あの、なんだろう、記念になったなって思ったので、改めてこのシングルがすごく大切なシングルになったし、なんかこの今日だけじゃなくてね、これまでのオフラインおしゃべり会、あの長岡と東京とありましたけど、のおしゃべり会に会いに来てくださった皆さんに改めて本当にもう感謝の気持ちでいっぱいだなって思いましたね。皆さんいっぱい会いに来てくれて本当にありがとうございましたそういっぱい会いに来てくれて嬉しかったし、なんかそのオフラインおしゃべり会をきっかけに距離が縮まったなって思うファンの方もすごく多かったので、そう、いや、なんか本当に本当に嬉しかったありがとうございます。そう、なんかそのファンの方の中には、その私の今回夢が叶った私にとっての大事なシングルだから、その今までよりもおしゃべり会もいっぱい会いに行くねって言って、その会いに来てくださった方もいらっしゃったりとかして、だからこう一緒に頑張ったというか、そう、皆さんと一緒に頑張れたシングルだったなってすごい思うので、うん、本当にありがとうございましたでもね、まだあのオンラインおしゃべり会は残ってますし、オンラインおしゃべり会はなんと生誕さんの翌日にあるっていうことでね嬉しい、本当になんか嬉しい、本当に本当に嬉しい。なんかお誕生日当日はオフラインで皆さんにこんなにお祝いをしていただけて、で来週生誕祭があって、生誕祭の翌日にその今度また生誕祭の話をオンラインでできるって、え、こんな嬉しいことあるみたいな。だからそれが本当にこう自分にとって大事なシングルのおしゃべり会なのがまたすごい嬉しいなって思います、本当に。え、そうなの。でもこれすごい今日みんなと話してて思ったんだけど、そのまださ、生誕祭のさ、当落が出ない、まあまだ今日から受付始まったから当落が出ないじゃないですか。でももうあの11月の24日のオンラインおしゃべり会の受付はもう締め切っててさ、で、その生誕祭の翌日だから、なんか生誕祭の話いっぱいしようねみたいなこと話して、みんなに24日のオンラインも来てねみたいな話したんだけど、これね、もしね、その23日 その生誕祭が外れてしまった場合、なんか そうなのよ、外れちゃった時に、なんか外れちゃったのに、すごい次の日のオンラインに来てもらうの、ちょっとなんか申し訳、なんて言ったらいいんだろう、なんか複雑な気持ちにね、なっちゃうかなと思ってちょっとそこまで頭が回ってなかった。そう、なんかさ、なんて言ったらいいんだろう、そんなにみんなが生誕祭の当落をなんて気にしてると思わなかったっていうか、そのなんて言ったらいいんだろうな、そんなに落選する可能性があると私は思ってなかった、だからまだね、わかんないし、そうわかんないからさ、そう、でもなんか思ったよりもすごいみんなが生誕祭入れるかなって全員言ってるから、絶対入れるってばみたいな感じで私は言っちゃったんですけどこればっかりは私もわからないので今日の例見て怖くなって、え、そう、それみんな言ってた。そう、でもこの例に並んでるみんなが私の生誕祭に申し込んでくれるわけではないから大丈夫だよって言ったら、でも逆にこの例に並んでない人が申し込む可能性もあるでしょって言われて、もうそれは何も言えなくなっちゃった私はだってなんか生誕祭に来てくださる、そう、行きたいってね、申し込んでくださるってことはさ、なんかその一緒にそう応援したいって思ってくださってるってことだから、なんかそれはもういてくださればいてくださるほどやっぱ嬉しいじゃないですか。そう、でもさ、どうしてもね、劇場のキャパは決まってるからさこれ、そう、まあ、そうなんですよ。それはもうなんか私はどうにもできないみんなあたれって思ってるから
そう、でもそれでそう次の日のオンライン、その生誕祭入れなかったのにめっちゃオンラインなんかもう生誕祭に入るつもりでなんかいっぱい申し込んじゃったよみたいな方がいたらすごいなんかちょっと複雑な気持ちになっちゃうと思うけど、まあでもそういう時は DMM で見守っててくださいぜひ当たらなかったら当たらなかったで嬉しい、え、うん、そう思ってくれたら嬉しいな。それぐらいね、たくさんの方が申し込んでくださったっていうことだと思うし、いや待って、ってまだ分かんないじゃん、まだ、だから今日から申し込み始まったから、まあ、何人申し込んでるかも分かんない、今申し込み中だから、逆に申し込んでください、まだ今受付してるので逆にね、はい、待ってます皆さんのこと、本当に皆さんとワイワイしたいなって思うし、なんか今日本当にね、さっきも言ったんだけど、その今日のおしゃべり会でなんか自分の想像してた以上に生誕 T シャツを着て会いに来てくださる方がすごく多かったので、これね、その生誕祭も劇場がなんか紫でいっぱいになったら嬉しいなってちょっと淡い期待を抱いてしまいました、はいなので皆さんがね、その紫色になってくれたら嬉しいなって思います楽しみにしてます本当に嬉しい本当今日のレア7割ぐらい紫、あ、本当にそう、私はさ、あくまでもその自分のね、前に来てくださったファンの方しかわからないから、でもただ感覚的にすごいみんなが T シャツ着てきてくださってたのやっぱすごい嬉しかったので、そう、多分ね、レーンの外の方がまあ見えるじゃないですか、どれくらい生徒の T シャツ着てくださってるかっていうのは、うん、そう、なんかすごい嬉しい、本当にありがとうございます横から見ると壮観でした、お、嬉しい、ありがとうございます、本当にめっちゃ紫だったわ、ちょっとじゃあ生誕祭もめっちゃ紫であることを楽しみにしてます逆に私服でちょっと置いた、そんなことないよ、もう会いに来てくださるだけでとても嬉しかったので、ありがとうございます。ミューレの列エグかった、そう、なんかすごい2列にね、そう、なんか途中さ、なんて言ったらいいの、お話ししてる方が来てくださってバイバイってやって、こうやってる時ちょっとこのレーンに並んでくださってる方が見えるんだけど、その時にすごいなんか2列に並んでくださってたみたいで、そう、それぐらいね、いろんな方が来てくださってたってことだと思うから、ほとんど2列だ、本当に、そうそう、だからさ、それってすごいことだなって思って、嬉しかったです、それだけたくさんの方がね、そう、会いに来てくださったってことだから、そうだよ、だってなんか本当にこの今日のおしゃべり会の、あの受付は本当割とすぐの段階でありがたいことに完売になって、最初の方って多分枚数制限があるんだよね、おしゃべり会の申し込みってね、一人当たり申し込める枚数が決まってる中で割と早めにそう販売になることが多かったから、ってことはきっとその分たくさんの方がね、そう、こう来てくださったってことだと思うから、そう、嬉しい、そう、だからループも全然できないって言ってみんな割とこうまとめて、でもまとめて出してくださる方もすごい多いって、なんていうの、もう何十枚みたいなわけではなくて、そういや、だから本当にそれぐらい皆さん、こう数枚、しかもね、本当に一部だけ、なんか一部の数枚だけみたいな、そう、でも今日はこれだけなんだけどごめんねとかって言ってきてくださる方がいたんだけど、え、もう会いに来てくださるだけでめちゃめちゃ嬉しいし、え、逆に言ったらそのためだけに私に会いに来てくれたんだと思って、そう、なんかたくさんの部取れなくて、もうこの部のこの枚数しか取れなくてみたいな、なんかもうそれだけのためにこうね、新潟まで会いに来てくださる方だったりとか、この長い列に並んでくださったりとか、なんかもう本当に、いや、嬉しいなってすごく思いました、ありがとうございます、うん、
そうだから逆に、え、もう帰っちゃうのみたいな、だから本当にこうお誕生日のお祝いするためだけに今日は来ましたみたいな方もいらっしゃって、なんかそんなにお祝いしてもらえるって幸せだなと思って、うん、なんかね、いつももちろんこうお誕生日毎年迎えるたびにたくさんお祝いしていただけて、それだけでも本当にすごくね嬉しいし、それと生誕祭でお祝いもしていただけて、もうそれがもう本当に毎年すごく嬉しかったんだけど、今年はやっぱりその直接皆さんにお祝いしてもらえたっていうのはもう本当に何よりも今までで一番最高に幸せな誕生日になりました。はい、いやでも本当なんか24歳のスタートの日がこんなに幸せなね一日からスタートしたから、これは24歳きっといい1年になるに違いないと思って、はい、もうこれからねすごく24歳の1年が楽しみだなって思います。はい本当に楽しみ、24歳もね楽しい時間を一緒に過ごしていきましょうね、そう、なんか本当にさっきも言ったけどさ、23歳がいい1年過ぎてね、自分の中でいい1年過ぎて、なんかこれよりいい1年迎えられるかなって、ちょっとなんか自分で自分にプレッシャーをさかけてしまう、そう感じもちょっとあるんだけど、でもなんかみんなとだったら絶対にきっといい1年が過ごせるなって思いました、はいね、なので24歳の1年もよろしくお願いします。一緒に楽しい1年にしましょうほんとに、なんか余韻がひた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 ってなってる余韻がひた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 ってなってます。すごく嬉しい、ありがとうね。しかもだってこれ私今もう十分ぐらい、十分すぎるぐらい余韻にひたひたなんですけど、まだ全然 SNS チェックしてないからこれでこの後ちょっと SNS をねゆっくりチェックして、もうみんなの一言一言を噛み締めたいと思います。はい噛み締めますありがとうございます。あ、そうで、まあちょっと、まあ、お誕生日の話もそうなんですけど、もう一つ、今日といえば今日といえば間もなくですね、5期生オーディションの受付が締め切られるということで、はい、今日の23時59分までとなっております。ね、なんか今どれぐらいの方が申し込んでくださってるんだろう、全然わかんないんだけど、そうでもなんか本当にね、今日ね私は24歳のお誕生日を迎えて、さっきも言ったんだけど、自分がアイドルになってなかったらこんなにたくさんの方にお誕生日をお祝いしていただけることって絶対になかったし、もう本当にまずね皆さんとも出会えてなかったわけですから、こんなにたくさんの方に人生でお誕生日をお祝いしてもらえることってまずないじゃないですか。そうでも本当にたくさんの方にお誕生日をお祝いしていただけて、しかもね、これもさっきも言ったんだけど、その家族ではない家族だったらわかるけど、家族ではない方になんか生まれてきてくれてありがとうって思ってもらえる、しかも泣いてね、泣いて自分の誕生日を喜んでくれる、だからなんていうの、人の誕生日ですよね、皆さんからして私の誕生日、まあ、人の誕生日なわけじゃないですか、人の誕生日を泣いて喜んでもらえるって、なんかそんなに幸せなことって本当になんかないんじゃないかなって、これも本当にアイドルになってなかったら絶対になかったこと、皆さんとも出会えてなかったし、そんな風にもきっと思ってもらえるような人じゃなかったと思うからなんか本当にこうやってね
敵な24歳を迎えられたのも皆さんのおかげだから、これはアイドルになってなかったらって考えたらすごい本当に、これからね、だから5期生になる子たちもこれから NCT48 に加入してたくさんの方にこう愛されて、いっぱいお誕生日だった、お誕生日だけじゃなくていろんな嬉しいこととか、まあ、嬉しいことだけじゃなくてね、悲しいこともそうだけど、なんかいろんな気持ちをこう共有できるわけじゃないですか。なんかだからアイドルってすごい素敵だなってアイドルってなんかアイドルって人を幸せにする職業な気もするけど、なんか違う、いやそうなのかもしれないけど、あのすごい私自身がすごい幸せにしてもらっちゃってるなって思って、だからそれは本当にアイドルにならないと体験できないことだなって思ったのでね、もう今日の23時59分までなので、はい、5期生お待ちしてますあー太陽さんありがとうね、たまありがとうございます、嬉しい。いや本当になんかアイドル、なんかさこう人生を変えたいとか、なんかその今自分のちょっと充電器外します、外しますごめんなさいなんか今自分のいる環境を変えたいとかですか、オーディションを受ける方って、まあ、いらっしゃるじゃないですか。なんか本当になんか私はそういう思いを持ってオーディションを受けたわけではあんまないんだけど、でもなんか本当にこういろんな意味で、まあ、人生もそうだし本当に環境もすごく変わるから、本当にねアイドルって素敵だなって思ったし、なんか今日ね言われたのはそのなんて言われたっけ、忘れちゃった忘れたんかい、何だったっけ、なんかアイドルってちっちゃい子、子供から大人までさ、なんかもう本当にいろんな世代に愛されるのっていいなみたいな話をされたんだよね今日。なんでそういう話になったんだっけな、ちょっと思い出せないでもとにかく本当にいろんな世代の方にそう応援してもらう、私もだって今日も自分よりも年下の子もねいれば、本当にもう私の両親くらい、両親よりももしかしたら上の方もいらっしゃったかもしれない、本当にいろんな方にねこうお会いできるし、いろんな方に応援してもらえるので、本当にそう、なんか学校とかだったらね先生とかさ、その同い年の子とか、まあ、同世代の子とかしかこう出会うことってないかもしれないけど、なんかアイドルってファンの方もそうだし、まあ、一緒にお仕事させていただく方もそうだし、本当になんかいろんな方に出会えるから、そう本当になんかアイドル、そうアイドルになってよかったなって私は今日すごい感じました、まあ、いつも思うんだけど今日改めて本当に感じました、はいだからアイドルになってよかったなってみんながなんか思ってくれるような、そうだったらいいなって思うし、老若男女いろいろだった、本当に、え、でも本当にそうだと思う、本当にそうだと思う、一番ちっちゃい子で多分2歳3歳くらいの子が今日来てくれました、お母さんに抱っこされて可愛かった、お誕生日、しかも生誕 T シャツ着てくれて、お誕生日おめでとうって言ってくれた可愛い可愛い、そうなんですよそう、そうブカブカの生徒ね、めっちゃ可愛かったね、そうなんです、なんかさ私さもともとアイドルじゃなかったらさ学校の先生になりたいと思ってたんだけど、でもそういうね学校の先生みたいなこともこの前のさあのお米をお渡ししに行ったりとか保育園にね渡ししに行ったり、なんかそういうこともできるし、なんかアイドルって本当なんか何にでもなれる、なんだろう、そうだからすごい本当にいろんな方に応援していただいたりとか、いろんな方にこう出会う機会が多いからこそ、うん、だなってすごい思いましたね、本当アイドルって素敵そうだしさ、やっぱその24歳になってあのなんだろう、
いつまでアイドル続けるのじゃないけど、なんか何歳になってもアイドルでいてねみたいな。そう、今日さ、お誕生日24歳おめでとうみたいな。そう、もう30歳までアイドルでいてほしいとか。そう、なんかそれは私もまだ何歳までアイドルでいるかはさ、わからないけど、うん、でもなんか本当にすごい、うん、そうだね。なんかちょっと今生誕祭でどこ、生誕祭で何言おうか迷ってるからどうしよう急にちょっと喋るのなんか渋っちゃったいや、その本当にね、そう、うん、生誕祭で言うことなくなっちゃうんじゃないかってちょっと急に渋り始めちゃったそう、でもなんか何歳とかじゃないな。それこそ今回はさ、年齢制限がないから、5期生オーディションはなんか何歳とかじゃなくて、うん、私も何歳までやるんだろうって思ったりもするんだけど、でもなんか今はアイドルしてる時間が本当に楽しいから、そう、僕たちは記憶を継承系だけど、ありがとう。じゃあちょっと今はとりあえず今思ったことを言いますねうん、なんか今は本当にこうアイドル、そう、やってる時間がすっごく楽しくて幸せだから、え、なんで泣きそうになってんのなんで泣きそうになってんのってみんなが聞きたいの。私もなんでだろうなんか急にすごいなんか急にすごいアイドルでよかったなって思っちゃったわかんないダメだ、来週に撮っておこうってわかる、それね、わかる今日はね、いっぱい泣きました、本当に24歳もやっぱちょっと泣いちゃうな、いっぱい笑い泣きしそう。みんな今見えてないからいいよ、泣いてあし漏れる、うん、明日は別に漏れなくてもいいんだけどな明日は別に漏れなくてもいいんだけど、でも本当になんか、え、本当に今私そう、アイドルできててめっちゃ幸せだよ。あ、そう、何が言いたかったかっていうとさ、そのアイドルとして24歳を迎えると思ってなかったのね、自分で。まあ、そのアイドルになった時に何歳までアイドルをやるかってあんま考えずに、まあやって、まあね、22歳までだよって最初言われてたけどさ、親には。そう、なんか、まあ、でもそこでなんとなくぼんやりはそう考えてはいたけど、でもなんか実際でもそれよりもっと早くやめちゃうんじゃないかなとか、自分の中でね、わかんないけどさ、そう、全てがこううまくいってきたわけではないので今までね、だからもっともしかしたら早くやめてたこともあったかもしれない、うん、けど、あ、すごいいっぱい掛け軸ありがとうけど、うん、でもだから24歳までアイドルするなんて思ってなかったんですよだけどなんかもう本当に今自分がアイドルやってきて、今日が今までで一番幸せなお誕生日だった、まあ、毎年幸せなんだけど今日が本当に今までで一番幸せな誕生日だったから、なんかこの年までアイドル続けててよかったなってすごい思ったし本当に生誕祭のスピーチしてるみたいになっちゃったんだけど大丈夫かな、同じこと言いそうなんだけどで本当にそう思ったし、なんか今私は本当に今がめちゃくちゃ楽しいから、うん、まだバスなんだけど、あ、ごめん、バスの、バス、みんな帰宅途中なのにみんな帰宅途中なのにごめんごめん。いや、でも本当にだ
から本当になんかアイドル続けててよかったなってすごい改めて感じてるし、あ、ちょっと気をつけて気をつけて運転中本当に気をつけて、うん、本当にって思ったし、そのね、まあ、24歳を迎えて今日そう、これからねまたさらにこう5期生も入ってきて、またねキャプテンとして頑張らなきゃなって思うこともいっぱいあるんですけど、そうでもなんかすごい、うん、うん、頑張ろうって頑張ろうってすごい思いました、うん、これからねどんな子が入ってくるかわかんないけど、うん、本当に、うん、なんかすごい、はい、ちょっと今生誕祭どうしようって生誕祭何喋ろうって思いながら喋ることなくなりそうあー面白いいやでもほんと、あ、そうだもう一個ね、そう今日のおしゃべり会でその4期生のあの4期研究生公演の発表をさせていただいたんですよ。そうそうそうね、なんかそれで4期生もその一人一人あの、まあ、コメントをしてもらったんですけど、その時になんかすごくね皆さんのことをお待たせしてしまってって言ってる子がすごい多くて、うん、なんかでもきっとみんなもさあの自分たちが研究成功やりたいっていう気持ちもいっぱいあっただろうし、それをきっとファンの皆さんからねたくさん聞いてたと思うから、そうだからこうなんかあ早くやりたいっていう気持ちとか多分いっぱいあったと思うから、うん、なんかそう言ってるのをさ聞いてて、そのやっぱ自分たちの公演ができることってさ、これからもっとなんかアイドルとしての自覚がすごく芽生えると思うのでね、公演をやったらより、うん、だしやっぱ同期だけの公演ってさすごい素敵なものじゃないですか。私たちも2期ドラでやっぱ研究生公演やってた時にそこですごい絆が生まれたりとかもしたし、うん、だからなんかこれから4期生のね公演が始まるってなって、なんかこう今もちろんなんだろう、4期生ももう加入してもうすぐ1年がね経って、こうでここから研究生公演が始まるってなって、そこでねもっと力をつけてくれたらなんかグループとしてこう厚みが出るというか、なんか4期生のみんなもより NGT のこう一員としてすごくあの頑張ってくれるんじゃないかなって、5期生もね入ってくるし先輩になるわけで、うん、で思ったら本当になんか4期生がこれからすごく頼もしい存在になるんじゃないかなって、うん、思ったし、なのでなんかその5期生が入ってきてなんか自分自身がキャプテンとしてもっとちゃんとしなきゃみたいな風に思うっていうよりかは、なんかすごくあのなんだろう、みんながこう本当に一緒に頑張ってグループ前に進めるみたいなそう感じがすごくしたから、うん、なんか私はだからすごく無理するとかじゃなくて、なんか逆にあのみんなとだったらすごいなんかもっとこれからね5期生も新たに加わって NGT がもっといいグループになるんじゃないかなっていうのはすごく感じたので、なのでなんか私がこうキャプテンとしてあもっと頑張んなきゃってなるよりかは、なんかむしろこうふわっと明るい気持ちというか、うん、よりこれからの NGT が楽しみになるなっていう感じがします。いや本当になんか頑張りますよ24歳も頑張ります、はい、ま、今日情緒やばくない今日どうした本当に今日
今日どうした、まだ解禁されてないお知らせ、あ、そうだ、そうそうそう、あ、そうな、私本当に今日全然 SNS とか見れてなくて、もう本当いろんな方がこう誕生日のさ、親にリップとかしてくださってて、いつもお世話になってる方とかが、それも一つも返せてなくて、これから本当返さなきゃと思ってるんですけど、あの NST さんの大好き新潟チャンネルさんが、そう、私のその24歳になりましたっていうポストに、あの、誕生日おめでとうございますって言ってくださってて、じゃあそれも後でちょっと必ず返信しようと思うんですけど、そこにね、一個ものすごい謎の写真があったと思うんですよなんか来週からはみたいな、じゃあ煽られてて、え、そうなんですよ、ちょっとね、ついに、はい、ついにとあることが、はい、始まりますそうなんですよ、それもね、すごいみんなに楽しみにしててほしいことなので、はいそう、だからまだね、そう、情報解禁してないこともいろいろあったりとか、もう本当にその24歳を迎えてすぐに、そう、いろんなお仕事もまたあって、本当にとっても嬉しいなって思うので、いや、やっぱ24歳絶対いい1年になるわ絶対いい1年になるわ、嬉しい、楽しみましょう一緒に、はい、今何時？あ、11時過ぎちゃった、え、本当にすいません、こんなになんか喋ってすいません、ちょっとそろそろ終わりにしようかな、いっぱい皆さんにお祝いしていただいたので、気づいたらこんな時間になってた、あ、そこさ、今日ティアラをずっとねつけてたんだけど、頭がちょっとプカプカしてたあら、23時12分、そんなにやった？え、待って、1時間やったってこと？そんなにやった？すいませんすいません、ちょっとじゃあランキングを読んで終わりたいと思います、はいえ、ねえ待って、私さ、ちょっと待ってカラオケしよう1曲すいません、終わると思いきや、そう、わざわざ私イヤホン持ってきてたんだった、せーの、めっちゃグダグダだっためっちゃグダグダわーい、じゃあもう一曲歌って終わりにしよう、ありがとうございます、ありがとうございますありがとうございます、あの頃からはもう4年経ってしまいました、24歳になっちゃった、改めて24歳の1年も本当に本当によろしくお願いしますよし、じゃあ終わりにしますじゃあ終わりにします、ランキングを読みますね、そういえばあの頃は言えなかったな、本当にねよし、ランキング読みます、わ、13位ニナちゃんありがとうございます、12位のサラさんありがとうございます、11位いけない太陽さんありがとうございます、10位ランマさんありがとうございます、9位いのっちさんありがとうございます、8位てるはやさんありがとうございます、7位かんやたさんありがとうございます、
徳井ゆうきさん、ありがとうございます。小井萌香ちゃん、ありがとうございます。4位山ありさん、ありがとうございます。3位ひーさん、ありがとうございます。2位ほしーさん、ありがとうございます。1位サバサンドさん、ありがとうございます。あー、本当にとても幸せなお誕生日でした。ありがとうございます。次は生誕祭でお待ちしてますねそれでは本当にありがとうございました。24歳もよろしくお願いします。ありがとう、ごめんね、夜遅くまでありがとう、またね。